日本史の流れを100分で解説、第8回です。さあ、前回、江戸幕府が平和な時代を実現しましたね。まあ、しかしもうできて100年が経つんで、かなり財政的には苦しくなってきたな、ということをやりました。さあ、こっからは、そんな幕府を救うため、改革が行われてきますね。さあ、まずは、8代将軍、徳川吉宗の政治です。まあ、彼はね、昔のような引き締まった時代の幕府に戻すぞ、と宣言して、まあ、将軍自ら贅沢をやめ、1日2食、毎日トレーニング、と模範を示しました。 また、幕府の財政の命はやはり、農民が治めるお米、つまり年貢だと考えて、とにかく田んぼを増やして年貢の収入を増やそうとしました。まあこれだけ見ると一見エネルギッシュだけの昔ながらの親父だなって感じなんですが、しかし実はちゃんと新しいものを取り入れる柔軟性も持ってたんですね。まあ、例えば、身分が低いけど有能な人を抜擢したり、庶民の意見も聞いたり、ヨーロッパの知識の研究を認めるなどですね。まあこうやってある程度財政を回復させたんですが、ちょっと農業を重視しすぎて農民の 罪を苦しめたという批判もありますね 続いて、10代将軍に信頼された田沼を築く、彼はですね、敏感に時代の変化を察して、かなり斬新な政策を行おうとしたんですね。まあ、当時の時代といえば、商人たちが活躍して、かなり日本の経済が発展してきたんですね。えそこで彼は、これまでの節約農業重視の政治を転換して、この商人たちを応援して、どんどん儲けさせようと。あるいは、銀貨の改革とかも行って、とにかく経済を発展させよう。要は、今風に言うと、景気を刺激するって感じですかね。で、その上で、儲けた商人たちから税金を で、さらに幕府自身も商売に手を出したり、貿易でも儲けようとしたんですね。ただし、経済成長ということはイコール、成功する人と失敗する人の格差が開くってことなんですよね。で、さらにこの同じタイミングで、日本に大基金が起きてしまって、まあ、そのコンボで社会不安が起きてしまいました。すると、もともと新しすぎて理解されにくかった田沼さんの政治は批判されてしまうんですね。まあ、田沼さんというと、昔から汚職や賄賂のイメージがあるんですが、まあ、そんな他の時代もあったんですけども、彼の時代のものだけ強調され。 ようになってしまいましたね さて、この田沼を批判して、再び政治を引き締めたと言われるのが松平定信です。まあ、とても真面目で頭もいい人で、地元の藩では改革に成功した人なんですが、ちょっと真面目すぎて、みんな節約しろよ、勉強しろよ、いかがわしい本は読むなよ、不正は絶対許さんよ、みたいに、まあ、ちょっと口うるさすぎて嫌われてしまったんですね。まあ、とはいえ、社会不安が起きた日本を本気で救おうとしたのは確かです。まあ、かそっていた農村を復興させて、まあ、次の基金に備えて米を蓄えさせたり、一方、 少しでもお金を蓄えさせて、仕事がない人には職業訓練をしたりもしました。それから、実は田沼の政治を完全否定したわけじゃなくて、まあ、時代が変わったんだってことはちゃんと踏まえて、田沼の経済政策をある程度継承はしてるんですね。 ってことで、昔はですね、まあ、政治を引き締めた吉宗と松平は素晴らしい、荒らした田沼は最悪と言われてて、その後田沼が先進的だってことが認められると評価が真逆になったこととかもあるんですが、最近はむしろ吉宗がまず新しい風を吹かせ、田沼がその成果を発展させて松平が少し軌道修正したみたいに、三人の改革を連続的に捉える見方が進んできてるような感じがしますね。 何とか繋いできた幕財政をついにぶっ壊したのが、11代将軍、徳川家内です。え、彼は、あの、真面目すぎる男、松平定信に厳しく教育された人で、まあ、彼が失脚した後も基本的に真面目路線を引き継ぎました。しかし、その厳しい家来たちが死んでいくと、めんどい奴らいなくなったわ、と、リバウンドを起こすんですね。そっからの彼は、賄賂を推奨し、子供を50人以上も作り、金を使いまくりましたで。しかもこの頃、ロシアやイギリスなどの船が日本に接近してきたんですが、 あ日本は徹底的に鎖国を守るという作戦なので軍事費もかさんでいました。 ってことで、当然幕府の財政は何回もパンクするんですが、しかし彼は必殺技がありました。それは、金貨に銀を混ぜる作戦。え、これで金貨がたくさん作れるようになるっていう魔法のような作戦ですね。え、これは他の時代もやってるんですが、彼の時代はなんと8回も似たようなことをやりました <laughs>。はい。え、しかしこれ人々からしてみればですね、なんか最近金貨の量増えてね、しかもなんか白っぽくて怪しくね、みたいになるんで、金貨の価値が下がって、ま、物の値段が上がったり、銀貨との両替も大混乱になったりします。 ただしですね、こういうゆるゆるな時代ほど人々は自由に活動して文化が生まれるっていうのは確かです。これまで紹介した財布の紐が緩んだ3つの時代に、まあそれぞれ文化が発展して、それが今でも日本の財産になっていることは事実だと思います。はい。ただ、この時はですね、また大飢饉が発生して、もう一部の有力商人ばっかりが儲けて庶民は上に苦しんだんですね。そして、ついにですね、かつて幕府の役人だった大塩平八郎が反乱を起こすなどの衝撃的な事件も起きて しまいました さあ、このように、まあ、幕府の財政どころか権威までもが揺らぐ中で、まあ、その両方を強引に取り戻そうとしたのは水野忠国です。しかし、彼はもう今更商人たちの組合解散させるぞとか、農村に強制的に人返すぞとか、ちょっと時代遅れの政策が目立ちましたね。で、その上、幕府を立て直すために、ちょっと上から目線で大名たちに協力を求めたところ、まあ、昔だったら言うこと聞いたでしょうが、今回は猛反発を食らって撤回することになって、幕府の権威はさらに落ちることになってしまいました。 こうして幕府が苦しむ中で、まあ各地の藩もまた財政難に喘いでいました。しかしそんな中ですね、ごく一部の藩が改革に成功して軍事力や経済力を蓄えたんですね。その代表例が薩摩藩、長州藩、土佐藩、まあ他にも色々ありますが、まあこれらは友藩と呼ばれました。まあこの多くはですね、今までは幕府の政治にタッチさせてもらえない藩だったんですが、こっから先一気に存在感を高めていきますね。えー、それから幕府の力が弱くなる中で、あれそもそも日本の本当のトップって 天皇だよなという考え方も広がっていって朝廷の権威もここに来て浮上してくるんですねそしてこの頃鎖国をこじ開けようと外国船の接近も増えていました例えば日本のすぐ近くまで領土を広げていたロシア アジアとの貿易で儲けまくってたイギリス、そのライバルフランスなどですね。そして中でも何としても日本のガードをこじ開けようという国がアメリカでした。彼らはついこの間メキシコとの戦争に勝って領土が西海岸に到達したところでした。さあ次は太平洋に出て捕鯨や貿易で儲けるぞとなった時に日本っていい位置にあるんですよね。ああ、日本に立ち寄って食料や燃料を補給させてほしいな。この切実な願いを達成するためにペリーはハッタリ作戦を実行します。え、つまり日本 日本が見たこともないような巨大な軍艦をあえて引き連れて強引に江戸湾に侵入しようとしたんですね。 この時、幕府のトップは安倍正宏。彼は悩みます。200年続いた鎖国は守りたい。しかしそれは現実に可能なのか。あまりにも判断が難しいんで、もうここは遊藩の大名とか、朝廷とかにも意見を求めたんですね。しかし、結局有効な対策はできず、翌年、渋々日本は開国します。すると、その数年後には今度は貿易を求められました。つまり、俺らの商品を日本人に売らせろってことですねで。これも幕府悩んだんですが、アメリカのハリスに言われたんですね。お前ら中国から学べよと。あいつら最近、イギリス リやフランスにボロ負けして不平等な条件で貿易させられてんだぞだったら今のうちに俺らアメリカとまともな条約結んで貿易しろよ。 と言われて、まあ、幕府のトップ、伊井直介は、しぶしぶ、日米修行通商条約の許可を出しました。さらに、他の4カ国とも同じような条件で貿易を開始しました。まあ、とはいえ、幕府も、相手の要求に全て押し切られたわけじゃなくて、日本の要求を認めさせた部分もあるし、まあ、そもそも日本は戦争に負けたわけじゃないですから、この時点ではめっちゃ不平等な条約を押し付けられたっていうわけではなかったですね。えー、しかし、それでも急に貿易が始まると、日本は大混乱です。まず外国が日本のキー イートが深刻に不足し逆に外国が織物を日本に売りまくったせいで日本の国産の製品が競争に負けてしまいますそしてここでペリーが来た時に意見を求められたことで朝廷や裕藩の大名が調子に乗ってくるんですねで特に貿易開始については孔明天皇という超外国嫌いな天皇が絶対反対してたのに結婚してその結果日本の大混乱ですからおい天皇の意見に背くとは幕府マジでけしからんぞね今すぐ鎖国に戻せという尊王攘夷運動が これに対して幕府の井伊直輔はお前ら調子に乗んじゃねえよと反抗的な夕飯の大名などを処罰しまくったんですがその結果、殺されてしまい、尊王攘夷運動はさらに高まることになります。 ややこしいのは、孔明天皇という人は、すべてこれまで通りがいいって方なんで、鎖国には戻ってほしいけど、別に幕府のことは嫌いじゃないんですね。で、それを見た幕府は、これはもう天皇を味方につけて延命を図るしかないと考えました。これが、後部合体運動ですね。で、これを見た薩摩藩も、じゃあ俺が幕府と朝廷の架け橋になるよ、ついでに俺も政治に参加させろ、みたいな動きを見せます。で、こういう動きに、尊王上位派の長州藩は、おい、天皇を取るなよ、という思いで反発したんですが、ただこの時点では薩摩藩や幕府、 などにボコボコにされて降伏します。 しかし、なぜかこの後、薩摩藩と長州藩が接近します。というのも、薩摩藩はこの後、思うように政治の主導権を握れなかったんで、幕府から離れていくんですね。で、一方、長州藩でも、再び幕府に反抗しようぜって動きが活発化してきます。そして、この薩摩と長州は共通点があって、この頃、どちらも外国と直接の戦争を経験して、まあ、外国ってマジで強えなってことを思い知ったんですね。で、これからの日本はこう進むべきだっていうビジョンを共有してたんですね。さあ、そしてこの二藩を土佐藩の坂本龍馬がつなげて、長州藩は、 まあ、薩摩藩の助けを受けられるようになって、今度は幕府の攻撃を防ぎます。さらにこの頃、朝廷で岩倉智美という人物が薩摩などと連携して、幕府に代わる新しい政府を作る準備を始めます。始めます。 ただ一方で実は坂本龍馬や土佐藩は戦争で江戸幕府を壊滅させようぜなんて思ってなかったんですね。むしろ平和的に徳川家も含めて有力大名たちの連合政府を作る。ね。これが日本のためになるよって思ってたんですね。で、そんな土佐藩の考えを聞いた将軍徳川義信は、いや、それももう悪くないなというふうに思ったんで、じゃあ政治をする権利を一旦朝廷に返還するので新しいシステムを決めてくださいって投げたんですね。まあ、この瞬間江戸幕府は終わったんですが、ただ徳川家は依然日本 日本一の大名ですから、まあ、もしこのまま朝廷と有力大名の連合政府ができた場合まあ、中心となるのはおそらく徳川家ですねで、実際これを土佐藩など多くの有藩は支持してたんですね で、これを見て、思ってたんと違うと思ったのは、薩摩藩、長州藩、岩倉ともみですね。で、彼らはタッグを組んで、まだ幼い明治天皇を利用して、新しい政府の仕組みを発表しました。それは、徳川義信は政府に参加させないどころか、すべての領地と地位を捨てさせるという決定でした。さあ、この大胆な企みは成功するのか続きはまた次回です。